はいどうも皆さんこんばんは。4月26日金曜日、本日は気候のかまど店からの生放送です。かまどの新かまこ、よろしくお願いします。久しぶりじゃないですか店長。久しぶりですね。だいぶ2回ぐらいね。そうですね、そう空いちゃいましたからね。干されてたんですよ。違うでしょ。見えない力に干されて見えない力にね、はい、ということで、今週はよろしくお願いいたします。お願いします。もうコメントもね、こんばんは、はい、今日はカイジ君いるかしら、もみじより、はい、もみじさん。もみじさん、いきなり今日一発目のコメントがもみじさんですね。ありがとうございます。カイジ店長、今日は出るかな。出ますよ。ということで、じゃあ先に告知先いっちゃいましょう。はい、ゴールデンウィーク明けですね、はい、5月7日火曜日、はい、パチンココーナーにおきまして CR キャッツアイ、はい、ゾンビリーバボー、はい、デジハネドラッキュア、はい、あと199ですね、ライトミドルのガンツ、はい、と、1円パチンコに AKB、はい、でスロットにおきましてはボンバーパワフル3、はい、ジャングルマスターコングダム、はい、黒髪悠久なとなっております。めちゃめちゃ入りますね。そうですね、今回ね、そんな台数多くないんですけども、はいはい、まあ、いろんな種類をね、はい、用意して、お出迎えとなっておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日はですね、はい、まあ、今週から導入が始まった次第ですね、はい、アマデジの冬のソナタということで、はい、こちらまだやってなかったんでね、はい、こちら設定付きパチンコになってますんで、はい、まあ、いっぱい当ててね、今日は何回ぐらいにしますよ、目標は5回。5回少なくない？ 5 回はちょっとね、弱い、弱い、弱い。ちょっと待って、誰が打つと思ったの？まあ、まあ、そこを神、そうそう、補正してください、そこ。アマデジちょっと弱いとこあるからね。そこをね、補正しないと。はい、ということで、じゃあ早速、遊戯の方に移っていきたいと思いますね。本日の1時間よろしくお願いしまーす。はい、ということで今日は冬のソナタ、リメンバースウィートバージョンということでやっていきますけれども、はいはいはい、じゃあ私から簡単にスペック説明しちゃいましょうかね。お願いします。はい、設定付きパチンコは1から6までの6段階設定となっております。設定1のお当たり確率が 99.9 分の1、そして設定6のお当たり確率がなんと 74.9 分の1ということで、結構の差がついたね。そうですね、あの台なんですよね、はいはいはい、だからやっぱり高設定だと当たりやすくて連チャンもしやすいという感じになっております。確変突入率は 58% となっておりますので、単発だった場合は30回転の時短、加減だった場合は次回までという感じの振り分けとなっております。はい、まあ、皆さん冬の姿はね、比較的打ったことある方多いと思いますんで、まあ、ゼブラ柄とか、まあ、金のカットインとか金系のね演出が絡んだり、あとタイマーですね、それが絡むといいなという台となっております。はい、じゃあコメント読んできます。はい、こんばんは、久しぶりに来たよ、あっちゃん最近昼放送やってますかってことで、あ、そうですね、あさって四街道店でやりますんで、ぜひ来てください。あさって日曜日ね、平成最後の蒲田店放送ですね。そういうことなんですよ。そうか、はい、そうですね。まあ5月からね、そういうことなんですよ、新元号ですからね。はい、まあ、今年のキコナチャンネル、あ、今年っていうか平成のね、キコナチャンネル関東版も京都、あと石崎店の2回となっておりますんでね。あ、そうなんですか。はい、ぜひ皆さん見てくださいね。お願いします。橋本リーナ、10連休はカジ店長がいないキコーナに行くよ。もう毎日いますよ。はい、毎日いるということで。毎日いますよ。でもね、お休みの日にね、ぜひね、蒲田遊びに来ていただきたいですね。そうですね、本当ね、はい、お待ちしてます。会いたかったよカイジ。ありがとうございます。カイジまで行きとったんかい。そうですね、うん、カジ店長待ってました。そう、座骨神経痛でパチいけねえということで、まあ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 ね、体はね痛かったりしたら、ね、なかなか集中できないしね。早く直してください。確変考えると10回はいけるんじゃないか。いけますかね。目標10にしましょう。目標は10回。はい、カジ君久しぶり、今日もお仕事お疲れ様、ゴールデンウィーク忙しいと思うけど頑張ってね、もみじより。優しい。優しい。これ BGM がさ、もうさ、ね、ぴったりだよね、なんかね。はい、 はい、はいはい、ということでタイマーも出てますね、右上。そうですね、出ますね。はい、お疲れ様っす、ありがとうございます。10連休はカジ店長お休み取れるんですか。まあ、いつも通りですね。はい、はい、お疲れ様です。カジ店長頑張れるのかい。
頑張ります、はい。あちゃん、こいむきたらカジ久しぶりすぎ久しぶりです、きゃカジちゃん、けどこの間出てた田舎っぺの方が素朴だし、パンツの色、ちょっと軍予告出てますね、教えてくれるから好きかもしれない。パンツの色ああね、この間鍋ちゃんがね、出てましたからね、はいはい、なるほど、はい、ということで若干チャンスアップかもしれませんね、軍予告。ここでポラリスが押してコーナー E、 はい、カジ店長、アツロクさん、こんばんは。こんばんは。今日は、店長ともみじさんの冬ソナはあるのかな。もみじさんとのね、冬ソナみたいな恋愛ね、まあまあドロドロというか、まあまああれですよね。さあ、カットインは赤ですね。緑、赤、黄の順番ですね。はい、さあどうでしょう。まあ言うてもアマネジですからね、これはもういったんじゃないですかね。なんかさあどうでしょう。外れた時がね悲しいよね、冬のソナタ。こうパリーンみたいな、これおい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 。一応ねここでね復活エースもあるんですけど、運予告入ってますから ねどうですか。おない、ないないか。思わせぶりでしたね。ちょっと長い感じしたけど、気持ちですね、思わせぶりな、はい。蒲田で行ってもいいけど、カジ店長ホールにいないからどうしようかな。いや、呼んでくださいよ。そう、呼べば出てきてくれますから。出てきますよ。いればね、はい。カジ店長忘れてると思いますが、もみじちゃんのドラマの感想を簡単にお願いします。いやいや、覚えてたかーい。打てる台は設定6なんですか、といい台ですか。これはね、はい、ちょっと判断してください。はい、あっちゃんイケボありがとうございます。カジ店長の人間設定はなんぼですか。低いですよ。そうです、ね、低設定3ぐらいじゃないですか、ね、はい、たまに当たるんで、ね、はい。私がキコちゃんを見るきっかけになったのは伊勢崎店のカジ店長の放送からなんですよ。すごいすごいですね。ありがとうございます。すごいですね。彼女ができるかできないかの話が気になって毎回見てました。あったね、最初恋愛相談コーナーあったもんね。恋愛マスターアツロクね。そうそうそう、トリプルラインは若干チャンスアップです。カジ店長、アツロクさん28日より使うとニコ生放送するんですが、それでぜひニコ生の放送見てください。10時から放送予定となっております。カジ店長、海老名店の応援に行ってましたか。応援ね、行ってないんですよ。あ、行ってなかったんですね。その代わり鶴見中央店ですね。はい、明日の11時ですね、はい、オープンしてますんで、はい、明日グランドリニューアルオープンということでね、鶴見中央店、明日カジ店長行かれるそうなんで、ぜひね、行かれる方はね、はい、話してみてください。お願いします、はい。さあラストどうでしょう。この後にほら緊急入院の特格のパターンもあるからね。ああ、なるほど。そうそうそう、これでペペッ。あー、ないかー。はい、カジ店長、藤谷に誕生日おめえの連絡してくれてありがとう。あ、しちゃうんですよ、すぐしましたよ、うん、はい。あちゃんとカジ店長が一番信用できると思ってました。そうですね。藤谷が喜んでましたよ、はい、ちゃんと、はい、ちゃんと伝えましたね、うん、はい。カジ、今日こそはリスナーが喜ぶ彼女に逃げられた話聞かせてくれよ。いやー、なんとかね、うまいことやってる、ね、うまいことやってる。はい、もみじカットインで当たりかくて、あと数日で平成が終わりますが、ついにカジ店長と彼女の関係も終わると聞いて飛んできました。いや、なんとかね、維持してますよ。順調みたいですよ。あまねじ舐めるなよ。そうだね。なんでせっかくの10連休の前の日なのに冬ソナなんでしょうか、ということで。何が良かったですかね。何が見たかったんですかね。ガンツ、ガンツですかね。戦隊、スーパー戦隊、まあ、いろいろね、今週寝台やっぱゴールデンウィーク前ということで、そうですね、いろいろありましたからね。やっぱり当たった方がいいんじゃないかとかね。そう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 、ね、アマデジそれはある。はい、今金の船出てたのに外れた。金の船、金の船出てた。そういえばカジ店長は席入れたんですか。いや、入れてないですね、まだ。もしまだなら令和初日かな。あー、でも令和中には結婚したいでしょ。そうですね、そうですね、はい。おにぎりやめるってよ。あー、さすがですね。おにぎりやめる、情報が早いですね。おにぎり、おにぎりさん、おにぎりさんね、ちょっとね、やめちゃうんですよね、5月でね。そうそう、蒲田店から鶴見中央店だとすぐそこだよね。近いですね、2駅です、うん、はい、はい。さっきも友人のマフラー赤だったけどデフォですか。いや、デフォじゃないですね、多分。ニコ生放送予定になかったんで、いや、あるはずなんですけどね。もう一回ちょっと検索していただけますかね。涙の友人全回転期待してまーす。頑張りまーす。カジ店長、明日鶴見お手伝い行くのに今日打ってて大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫です。
近いんで、はい、近いんで大丈夫です、うん、茨城市民に会いたいんですがどこにいるんですか。そうですね、いますよ、鶴見中央で、鶴見中央でいますよはい、なので鶴見中央に行けばね、あの藤庵もいますし、そうですね、はい、はい、これは設定いくつか教えてもらえるんですかってことで、ね、見ながら判断してください。はい、はい、よし、ということで、まあ今日は僕はね、あのミドルとかじゃないんでね、ちょっとアマレジ打ってるから今日は当たるから、まあまあまあぐらいの感覚でね。そうですね、うん、まあ10回は当ててほしいね。うん、おにぎりやめたら圧力しかいじれる人がいなくなるね。おにぎりのいじりが全部圧力に来るぞ、怖いということでね。まあ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 、どうなるかちょっとまだわかんないですけどね、あの担当とかの話はね、当たった方がいいって言うけど開示だから当たらないだろう。そうですね、そこをなんとかねやっぱり、うん、でも確か最後に打ったアマデジはちょっと出なかったんだ。これだ、え、百花繚乱ですよね、確か最後にやったの。あー、なんかやった気がする。全然1回ぐらいしか当たらなかったんじゃないか、やってないような、ね、気がする。最近のいい台は何でしょうか、連休中に何を打てばいいでしょうか。そうですね、やっぱり新台試してみてはどうですかね。そうです ね、まあガンツとかね、まあまあいいと思います ね、ガンツとか。そうですかね、まあやっぱ人気の機種っていうのはやっぱりね、常に人気ですから。そうですね、ホットムソーだったりとかね、はいはいはい、その辺はね、うん、5分ほど前に鶴見中央店の前通ったよ。 あ、本当ですか。もう並んでいいのかなということで、明日抽選入場ですね確か。なるほど、確かあの優先パスポートみたいなのが持ってる方だけになっちゃいますけどね。はい、あっちゃんはやめないでよ本気ということね、頑張ります。僕はね、もう梶店長がもうキコーナーをやめるまで僕も頑張りますからね、はい、頑張りましょう、一緒に一緒に頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、おにぎりさんやめるんですかというか、そうですね、5月いっぱいでねやめちゃいます。鶴見のホールは大型ホールですか。470台ぐらいでしたっけ。そうですよね、確か。おにぎりやめるの次は何をやるのかな、火曜日はどうするのかなということで、まあ、その辺はね、まあ、今後いろいろ打ち合わせとかいろいろあるんでね、まあ、それで決まると思います。梶店長が当たりが軽めのミルキーバーでハマってたの俺は忘れてないから。あ、そうなんですよね、やったやった、伊勢崎の時ね。あ、まあ、ああいうこともあるってことですよね。そうそう、おにぎり先輩やめるの、うん、あっちゃんこんばんは、山ちゃんもいますか。今日は山ちゃんの日じゃないね。山ちゃんは令和一発目の放送かな確か。うん、あの平塚店の放送はね、ぜひ見てください。あっちゃん、ごといった打った打ったけど当たってないね。まあおにぎりさんは新たな食べ立ちだからいい意味で送り出しできるよね。そうですね、まあまあまあ、仕事はねほらみんなねいろいろ変わるじゃないですか。そうですね、こう長い人生の中でさ、はいはい、まあまあいいと思いますよ、うん、自分がいいと思ったことをやっていくのがね一番ねいいです。そうですね、悔いじゃないから。はい、よし、あっちゃんを辞めさせるためにカイジ店長もキコーナーを辞めよう。でもほら店長とかだとほら例えばパチンコ業界ってほら何千店舗ってあるわけじゃないですか。で店長経験がありますって言ったらほらどこもほら欲しいってなるじゃないですか。ほらこれマフラー白だからやっぱさっきの赤は若干チャンスアップですよね。よしの復活はないな。あそこおにぎりいじめたのか。いや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 、いじめるわけないじゃないですか僕が。カイジのせいでミルキーバーはスルーしたとしたよって、打たなかったってことね。ミルキーバーの悪夢ここで訪れるのか。いやいやいや、さすがに。そうですね、だって今日も50回以上当たってますから。あ、当たる当たる。裏でおにぎりに振ると歯切れ悪いんだけど、あんまりオープンじゃないんじゃないの。オープンじゃない、まあその僕が辞めるとかだったら僕がいっぱい喋れるんですけど、ほらやっぱね人のことってあんまり言いづらくない。なんかね、うん、さあ議事さん来ました。保留は緑に変化です。そっか、この角度だと保留ちょっと見にくいかな。もうちょい正面にしようかな。いいですかね、ちょっとカメラ動かしてもらおう。これぐらいにしたら緑見えるかな。はい、でも冬のソナタってやっぱりね固定ファンの方が結構いらっしゃる台なんで、
やっぱいいところを見せてね。そうですね、うん、YouTube の再生数を稼ぎたいですよね。はい、うん、このドラマ何年前なんですかね、 もはや。何年前、もう20年とか。そんなに経つ経つんじゃないですか、ちょっと誰か調べてください、冬空何年に。すごいですね、そんな前なんかもう、うん、あーでもいや違うな、冬空、いや、あーそっか、うん、20年はいかないんじゃないかな。だってこうあれですよ、チュンさん役の人なんか芸能事務所の社長ですからね今。え、誰ですかチュンさんって。あの主人公の男、ペヨンジュンですか。ペヨンジュンは芸能事務所の社長でめちゃめちゃ儲かってる。そうなんですね。でこの間このチェジューはこの間結婚しましたよね、誰かとね。チェジュー、そう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 。5月末で退職なら毎日あっちゃんになるの、過労でぶっ倒れるよということで、だからもしかしたら放送数も減っちゃうかもしれませんね。鶴見の店長はどなたですか。藤庵です。おにぎりや最近やっと噛まないで放送できるようになったのにね。何気にあっちゃんこの仕事転職だよね。そうですかね、僕転職だと思います。逆にでもこれじゃなかったら何やってるんでしょうね。いやいやいや、あ、ちょっと上の役物が出てきました。出てきましたね、上の役物が。ほら雪だるまが出てきました。はいはい、先読みですかね。ですね、なんかチャンスアップっぽいですよこれ。そうですね、2003年から2004年、だからこれやっぱ20年近く経つ。17年、2016年。お、金だ、これ絶対当たるよ。もらったわこれ、これ絶対当たる。あとはゼブラとかね、あとは軍予告とか。そうですね、今は緑保留ですね、うん、はい、タイマー来て、うん、継続で議事さんですね、はい、これは当たるな。バス赤、マフラーは白、白。お、当たれば格煙だ、大丈夫。なんか格煙図柄でテンパるとなんか俺嫌な予感しかしない。ほら、軍予告ホリールアップ、はい、うん、店長10回当たるの、いきますよこれ。こっからね、さあこっから巨大ポラリスが来るか。でもメガポラリス待機中ってなってますよ。あ、じゃあ来た、はい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 、からの、僕全部見ましたからね、そのあた。面白いですか。面白い、今見ても面白いですかね。面白いと思う。これ見た方がいいですよ。あ、本当ですか。うん、チェジュー可愛いし、チェジュー、うん、冬空から韓流ブームが始まったからな。まあそうです ね、 ね、確かにね。さあ金カットイン、ワッコ、これを外してこそ開示。いや、これは行くでしょう、いくらなんでも。もう、うん、さあどうでしょうか。さすがに強いよね。はい、おめでとうございます。ありがとう、よかった、結構早かった、20分大当たり、いけるねこれ。はい、格煙、しかもいけるね。はい、で、一応ですね、入賞時は10ラウンド格煙が 6%、 4ラウンド格煙が 32%、 突角が 20%、 4ラウンド通常が 42% の振り分けなんで ね、 格煙と突入率 58% ですね。はい、はい、ということで格煙です。おめでとうございます。はい、会長めーよっしゃー、ヤーマニー。俺はチェリン派です。あー、チェリンね、チェリンはあの同級生の女の子ね。チェリン何番ですか。1番かな、1番。あ、今の当たった図柄の子。おーな、た、な、な、なんかたか、その辺。はい、ということでコメント読んでいきまーす。この間の放送で戦隊の中でレッドのイメージはって話でカイジの名前多かったですよ。レッドですか。その戦隊ものってほら赤と黄色と緑と青と。いや、私はね、あのレッドじゃないですよ。なんだ、自分はなんだと思います。私青です。青。まあ確かに青はあるね。なんか黄色かな。サブリーダーみたいな。ああ、そうね、青はね。青です私は。うん、当たらないと設定判別もしにくいんだから早く当ててね。当たりましたよ、見たくて来てるんだからっていうね。はい、俺も今の仕事に落ち着くまで7回転職したからな。だからおにぎりさんとブレーチャー明るく見守りたい。そうだね、カジ店長、南国の目押しできるようになった。どっくにできますよ。ボークに触れたの動画見直しました。そんな時ありました。何回見ても面白い、南国の目押し覚えてない。 あれじゃないの、あの店長集結じゃないですか。
伊勢崎でやった。あ、そうかもしんない。そうだそうだ、その時なんかやった気がするな。あ、マジでまた清が担当する。清ももう辞めちゃってるからね。圧力さんは10連休は打ちに行くんですか。もう僕はもういつでも連休だろうかなんだろうか、暇さえあれば打ち行きますよ。はい、あ、ハンドルがちょっとバイブですかね、これは。エア？エア、まあこれ振動ですね。振動。はい。お、ブルルってなりましたね。当たるんじゃない？しかも学園図からだし。ね、まあ冬ソナは強弱の中で比較的激圧外れ少ない印象。うん、激圧外れが少ない印象か。あ、まあまあ外れ、あのね、時短中とかがすげえガセるイメージしかないな、俺は。カジ店長ドラマとか見ないんですか。いや見ますよ結構、うん、今は始まってってなんか見てます。いや最近のは見てないですね。冬のソナタだけ見てない。あ、そう、他は見たんだ。春のワルツとか。あ、カイジは青っぽいね。さあどうでしょう、2回目の大当たりダメ。NG コメントです。おいおい、クールでかっこいい系のブルーを選ぶのかかい。確かになんかブルーってイケメン担当みたいなとこないですか。いや、そろ、あ、なんとなくね、うん。一発落ちということで大丈夫でした。確認図鑑になった。ボーホールで会場を見たことがあるけど、ハマっている姿を見て声かけるのやめました。本当ですか。本当に本当ですか。図柄変わると期待する。こんばんは、今来た赤字店長、お久しぶり。はい、久しぶりです。振動はメガポラが作動したとした影響で震えるだけだよ。あ、そうなんですか。確かに思わせ外れ少ないよな冬ソナは。カイジはピンクだろ。ピンク。もうお姉じゃないですか。あ、なんだ、設定付きのアマデジか。回転長がミドル早く当てたのかと思っちゃいましたよ。ミドルは無理ですよ。なんかもう偶数でテンパるともう、あ、終わったと思いますよね。まあ、そうですね、冬ソナ。確かに。実際パチから冬ソナ入った人結構多かったよね。僕もそうですね。そうですね、パチンコから。だ、一番最初に出た冬ソナがめちゃめちゃヒットしたんですよね、パチンコは。あ、そう。だからやっぱそこから見ちゃいましたね。カイジはグリーンかイエローかなー。ああ、そうですかね。うん、そう、ボー君イコール高橋親分、預けもあんちゃんも子供店長もいて、面白かった集結会、またやってくれ、ね、なんかそんなの、なんか無知とかあったやつだよね。なんかあったよね。なんかありました。そう、だからぜひ皆さん YouTube に動画は残ってますんでね、気になる方は見てください。カイジは黄色だよ、ぽっちゃりだから。いや、そうですね、ぽっちゃりですよね、もうもはや、うん。確変中の大当たり確率は1で設定1だと 29.9 分の1、設定6だと 22.4 分の1ということで、比較的早く当たる感じですかね。そうですね、はい。今何回転なんだろう、見えないんですよね。29回転。冬ソナ打ってから冬ソナドラマを見た。あ、僕と一緒ね。ぽっちゃりじゃ済まないでしょうか、カジ店長は。そんなにですか。そんなですかね。あっちゃんでしょ。あ、僕が黄色ですか。僕黄色って感じします。いや、黄色ですよ。もう違うよ。いや、だ、俺赤でしょ。いや違うでしょ。何戦隊だろ。俺真ん中でしょ。真ん中、真ん中。ぽっちゃり戦隊なら赤ですよ、それは。いや、でも赤はもう緑ではないかなって気がしますね。緑もありますよ。青もちょっと違うな。うん、でピンクもちょっと違うでしょ、うん、ってやったらやっぱ赤が残っちゃうよね、やっぱね。赤か黄色か。うん、冬ソナ初代が甘くて時短で確変引くとか多かった。引き戻し多かったよね、時短100回でね。冬ソナってもともとドラマがヒットしてたの、それともパッチが先かな。ドラマはそんなに、あの、なんか四季シリーズとかなってたから、ドラマもヒットしてたからパチンコにしたんじゃないのかな、多分ね。カイジはプニプニしてそう。プニプニ。脂肪硬いですか？柔らかい。硬いとか柔らかいとかあるんですか、脂肪に。なんかほら、硬い脂肪は落ちにくいとか言うじゃないですか。ああ、じゃあダメかもしれない。カイジ店長と藤庵はどっちがおデブですか？それは藤庵ですよ、まだ。昨日もめっちゃ太ったみたいなコメントめっちゃ来てた。誰ですか。藤庵。昨日藤庵の店から放送やったんですよ。あ、そうなんですか。はい。
オープン前のねお店からやったんですけど、はいはい、腹出たなみたいなコメントめっちゃ来てましたね。やばいですね、うん、圧力は敵役だよ。戦隊入れないんだ俺。あっちゃんがレトロなメタボリック戦隊か。カジ最近宮崎さん見ないけどどっかに隠したか。宮崎さん、はい、岡崎さんかな。ああそうかな、岡崎さん。オクラホマですよ。はい、オクラホマ店です。オクラホマ店行き、オクラホマ店に行っちゃいましたね、残念ながら。ドラマですよ、どれだけヒットしたか。あ、そんなにヒットしたんだ。あとくさん戦隊じゃないよ、怪人。怪人はぽっちゃりっていうよりぼったくりでしょ。違う違う、脂肪遊戯はね、あの体につく脂肪の方ね。そういえば怪人かまど店で友達できたか。いやー、できないですよね。も誰も話してくんないですよ。いや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 それはまずいですよ。誰も話聞くない。友達作んないとね、無視されてますもん。蒲田店ってなんか歴代店長あんまり友達できないイメージありますね。友達できないってだからあの山田店長も向山店長も一人で出る方が多かったですからね。シャツのボタンはち切れそうでびっくりしたよ。藤庵、そうそうね、藤庵ね。ちょっとねサイズが合ってなさすぎてもうボタンがねピッチリしてるよね。やばいんすよ。でもまあまあもうそのワイシャツ無理でしょってのね着てるから。もうでも本当に僕出会った頃は相模原で5年前ですか、うん、あったんです。その頃は痩せてましたよね、はい、確かに昔は。 ね、はい、でも開示店長も出会った頃はもうちょっと、私はもう全然痩せてましたよ。ですよね、はい、痩せてましたし、やっぱり出会った頃の方がみんな痩せてたイメージはあるかな。年ですよ年。藤庵久しく見てなかった。お激アツ。何何何、今激アツって喋りましたよ。日本語ですか。日本語喋った。え、低音順が日本語喋った。これ当たるでしょ。偶数天杯の激アツは嬉しいんですかね。でもこの後図柄がチェンジしたりとか、あと再抽選もあるんで。ああいうの喋った時って格変なんないのかな。そうですね。でも激アツはダメなんじゃないですか。プレミアじゃないと。じゃあ、親しく見てなかったけど下っ腹は、たくましくなってましたか。下っ腹なってる。やばいですね。彼女と別れたらみんな相手してくれるんですよ。なるほど、なるほどね。でもやっぱりほら、おー軍予告、これはもう軍予告はいいんだけど、いやこれ絶対確認になるよ。なる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 はず。ほらおめでとうございます。これで2回目ですね。こっからだよ、こっから勝負は。多分ね、変わると思う。やっぱ軍予告とか出た時って変わりません？だって海も確変中、魚群で当たったら確変じゃないですか。いや、それがね、法則が通じない台がたまにあるんですよ。あー、まあ確かにね。違うんかいみたいな。最後に軍とかあるんか、ね。3、3、3。ほらー確変。あ、しかも7だったらこれ10ラウンド10ラウンド。はい、おめでとうございます。7で当たるんだったら P フラしてもよかったのにと思いますよ ね。はい、確変中の、チャンスボイスはレバーか。あ、そうなんだ。激アツは確変確定ですよ。ありがとうございます。どこまで言うのかな。学生時代もぼっちだったのに社会人でもぼっちなんですか。そうなんですよね。なべちゃんいるじゃん。なべちゃんは敵なの。なべちゃん敵ですよ。違うでしょ。でもなべちゃんが出てもカジ店長と一緒に出ることはないですからね。なべちゃんはなべちゃんで出るから。人員不足でね、ヒーヒー言ってますよもう。うちの母が NHK でこのドラマにハマって、ある年の大晦日に BS で一気放送するっていうんで、大晦日に電気屋さんにパラボラアンテナつけてもらった。あ、確かに蒲田店放送はお一人様打ちが多いですよね。そうですね。そうですね。家事何回転回してるんだよってこと。30ちょいじゃないですか。結構回りましたね。はい。年じゃないよ、気候だの人はどんどん太っていくんだから。まあ逆に痩せていく人もいるんじゃないかな。いやでもあんまりいなくないですか。あんまりいないか。あんまりいないな。岡崎さんがいない蒲田店なんて行く意味ないじゃないか。いや来てくださいよ。そんなことないでね、言わないで来てね。鍋が海事店長のこと好きとか言ってなかったっけ。友達になってくれるんじゃない。ああ、ね、鍋ちゃんはね、僕海事店長好きですねって言ってますよ。それはみんな言いますよ。とりあえずとりあえず言います。とりあえずね、職位上だから。はい、そうですよ。
カジ店長スタッフにどちら様ですかと声かけられましたか。なんでいつですか。え、だからお店で、あ、どなたですかみたいな。まあそれはないですよ。圧力さんは激痩せって聞こえたんじゃない。違う、激圧。メガポラ動くとレバ角とかあった。あ、そうなんだね。あとヒロト何打つ全然決めてないですね。カジ店長 お休み玉川行きなさいよ。ドラマの撮影してますよ。福山さん見れる可能性あります。あ、なんかね今蒲田でどうこうって。そう、あの銀行のね、銀行員の支店長の話、見たいな。それが蒲田支店なんですよね。みたいですね。蒲田支店がこう営業利益100億出さないと、はいはい、来期で潰れるよっていうので奮闘するっていうね、集団左遷か、ドラマね。見てます見てます。あっちゃん前に死ぬ前に何の台打ちたいか話してた時に冬砂って言ってたよね。あーもにーって言われて死にたい。よもに、よもにね。あー、でもなんかほら心安らかになりません、こういうのって最後に打つんだったらね。蒲田店か、私鉄で降りたり駅出口間違ったり最初迷いました、かっこ関西在住。あーね、いろいろ乗り入れてますからね、蒲田はね。そうですね。何口みたいなのがいっぱいあるからね。はい。店長になるとみんな太るのなんでですか。やっぱり事務作業が多くなっちゃいますからね。そう、ホールに出るよりも、そう、事務作業がね。そうなんですよ。キコーナーっていうか、あっちゃんが担当してるお店の人が太っていくよね。あっちゃん見てるから、自分はこれくらいだからいいかとこう思っちゃうのかな。だからか。違うでしょ。だからか。だって僕に会うの違う。僕に会うのなんか月2回1回ですよ。それはしょうがないな。いや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 。ねえ、そこはやっぱりね、あの動かなくなってるっていう話ですよ。そうですね。うん。なべちゃんは今勤務中ですか。なべちゃんは今日早番ですね。うん、どうせ夜中にラーメン食べてんだろ、それが太る最大の原因だよ。そうですね、ラーメンたまに食べちゃいますね。お客様こちら関係者以外は入れませんよって言われたんじゃないの。言われてない。なべちゃんは社交辞令でしょ。昼放送って明日か、日曜日です。キコーナー関東は痩せる人はいないよな。お小遣い減らされる率は多いけどね。誰ですかそれ。これは結構ほら結婚してる方はね、やっぱお小遣い制とかだから。お小遣い減らされるって何なんですかね。 何のタイミングで減らされちゃうんで、やっぱあれじゃないですか、パチンコで負けたりするとじゃないですかね。なるほど。関西の店長に、あ、メガポラです。お、変わった、当たれば確変。関西の店長に、周りに何にも食べ物屋さんがなくて痩せてた店長いましたね。それすごいな。なんか蒲田店にはもう行かない、茨城県の移動先が近いから鶴見に行きます。まあね、ぜひお近くの機能などね、はい、遊んでください。両方お願いします。はい、ここ蒲田店も廃止で集団左遷ですか。ないないない。不規則が多い。あ、そう、生活リズムは不規則ですね。緑か。海店長って同棲してもう1年経った。いや、まだ経ってないです。うん、肥満って伝染するんだな、肉パワーか。職場が京急蒲田だけど JR 界隈は気候なしか知らないなと。あ、そうなんだ。本当ですか。来てください。はい、当たれ当たれ。ダメか。まあだからやっぱりのんびり遊べる台よね、ウソナはね。この会話で次の人がてん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 とかなんか喋んないでリーチかかると、あ、終わるって俺は思うんだよね、いつもね。彼女に栄養とカロリー管理をしてもらえばいいんじゃない。いや、彼女はね、ダメなんですよ。あんまりそういうのはやってくれない。いや、なんかね、野菜を食べないんですよ。ああ、偏食なんですか。そうなんです。野菜とね、生魚を食べないんで、うん、あ、刺身も食わないの。まあ野菜が出ないんですよ。え、お寿司とかは食べれない。ダメですね。あ、じゃあ一緒に食べに行けないんですね、お寿司。そうなんですよ。じゃあメインはやっぱ肉みたいな。そうなんです、炭水化物ばっかなんですよ。ああ、まあでもね、人の好みはありますからね、食生活はね。あのさ、中古のパソコン買って充電しながら見てるんだけど、電源ジャックのところがすごく熱くて熱持ってるんだけど、これ大丈夫かな。でも熱は持つけどね。関西にいた頃のゴッティの放送を見たらすごい痩せてて驚いた。あ、後藤店長。後藤店長も太ったんじゃないですかね、多分ね。絶対に出ないと思うけど原作好きだし、今映画やってるからキングダムのパッチ打ちたい。
あキングダム出たら人気あるんじゃ出るんじゃない。そうですね、うん、え同棲してるの。してますよ、うん、彼女ブーコプー、うん、ブーコちゃんですか。ブーコちゃんではないですね、うん、ポッチャリ戦隊キコレンジャーカイジフジアン山ちゃんヤットさん、そしてアツくヤットさん太ってないよ。弱そうだね弱そうですね。あんちゃんはあんちゃんの後ろに立つと隠れるんだよ。そうだね、あんちゃんでかいから。冬空一度も触ったことないからこれ打ってみようかな。まったり長く打つにはいいね。そうですね、いいと思います。はい、いいと思います。まあ、あの基本メインとなるのが4ラウンドの大当たりになるんで、まあ払い出しで400発ぐらいかながメインの出玉になるから、まあ積み重ねて出していく感じかな。扇風機を PC に当てるのはどうかな。あ、クーラーとかやった方がいいですね。あの PC クーラーとか。カイジ来てくださいって今言われたけど行ったことあるし負けてばっかしだよ。聞こうなんですか。鎌田に鎌田。いや呼んでくださいよ全然呼ばれないもんな。温泉来たらね。はい、これはまずいよ。当たんないで。あー当たっちゃった。これはゴズガラなんで一応単発濃厚。この後再抽選ですね。本当遊びに来ていただいたらね恥ずかしがらずにぜひ、うん、そう声をかけていただきたいね。ね、今日店長いるんですかっていう、うん、でもなんかこの間コメントで来てたのは、はい、伊藤店長いますかっていうのをスタッフさんに言ったらしいんですけど、はいはい、誰ですかみたいな感じになっちゃったんで本当ですか本当に。いやそれは分かると思うけどな従業員さすがに。でもそういうコメントが来てたんで分かんない方いらっしゃるのかなみたいな、ね、ニコ生っていうやっぱワードをつけてもらったから、ね、ああそうですね。ニコ生見てるんですけどっていうのを本当に。相方が食の好み偏ってるのも悩みもんだよな。バランス悪くなるから。そうなんですよ、うん、結構悩むんですよ。偏食の人って年齢重ねると体悪くする。そうなんだ。そうですね、彼女が自分だけを見るように店長の体型をデザインしているんだよ。そういうことですかね。PC クラやった方がいいってアマゾンで売ってる。売ってますよ。もう気候鍋屋作ってさみんなで相撲を取ればいいんじゃない、まあ栄養不足はサプリメントとかで補うしかないよな。無理して食わすのはストレスになるから。あ、なるほどね。冬空ミドルって2018年の MVP 機種だったっけ。まあでもね人気はあった機種ですね。そうですね。アツオクさんは戦隊の人たちが集まるお店の主人で彼女は太らないんですか。いやちょっとずつ太ってます、ね、実は未だにスタッフにカジ店長を認知されてない可能性があるんじゃないですか。そうですね。店長って普段呼んでてほら名字を分かんないとか。いやさすがに分かりますよさすがにそれは分かります。はい、はい、ということでここから、時短が30回転つきますので、はい、ここからねいければいいんですが、右打ち時はですねあのへそ入賞時と、若干ラウンド振り分けが違いまして。なるほど。10ラウンド加減の割合があの左打ち通常時だと 6% しかないんですけど右打ち時は 10%、で4ラウンド加減も 32% から 40% に上がってて、うん、そうですね。突角の割合が、左打ちからだと 20% あるんですけど、はいはいはい、右打ち時は 8% まで減ってますんで。なるほど。突角の割合が減るんですね。だから出玉ありの大当たりが取りやすくなってると、うん、で通常4ラウンド通常の確率はへそ入賞時も電柱入賞時も同じです。なるほどね、はい、店長とか人名で呼び出すとスタッフが警戒する気候のあるある。そうですね、うん、まあニコ生ですよ。ワードはあワードはニコ生。ニコ生みたいな、まあ、ニコ生知らない人もいるかもしれない。もしかしたら早番のスタッフとかだとちょっと知らない可能性はねあるかもしれないですね。カイジスタッフに店長って認識されてないのかわいそうに。その可能性もありますねもしかしたら。炭水化物抜きましょう。そうだね、こんばんは。カイジ店長冬空はどれくらいの水でホールを傾けると攻略できますかね。これはですね地下にですね地下下から地下にですねはい、うん、50あー当たった。当たりだろこれ。特格プープーって言った時点で特格当たり。はい、これで4連チャン。何でしょ、いいですよ。これ実際の物語は記憶なくしちゃうんでしたっけ。記憶なくして覚えてないんですよ ね、はい。あ、なるほどね。うん、目が見えなくなっちゃうんだっけな。でここは感動のシーンですか。うん、こんばんは。あ、これなんだな、ゼブラ出た。ゼブラ出てないですね。
カウンターで伊藤出せと言えば出てきてくれますか。それね、警戒するパターン従業員が。そうだね、久々にイケメンが出てるね、遠くから見れば、遠くから見ればね、頼む、事故してくれって思うのはこの台くらいだよね。確かに、もしスタッフにニコ生すら通じなかったらいよいよどうすればいいんだ。まああれですね、役職者の格好の人を見つければ、うん、ああ間違いなく大丈夫なんで、はい、水よりお店の下を掘って傾けるのもいいよ ね、 ね、事故の後遺症で目が見えなくなる。そうだよね、うん、あやばいやばい、リーチがかかってる。結構あれですよね、このパチンコでこういった信頼が出る。また来ました、特格8% 引きすぎだからいや今入院中のはずなのになんで引かれてんのっていうところで素朴な疑問というかね、はい、素朴な疑問、はい、入院継続、これで一応5連チャンですねこれ5連チャンなの。5連チャン5連チャンなるほど。一応ねアタッカーがね 2.4 秒開くんでね、1ラウンドにつき、はい、5連チャンです。冬ソナ詳しい人多すぎる。いや見た方がいいですよ、面白いから。脱走からの事故、いつもメガネかけたふくよかな人とニコ生やってる店長でよろしいですか。余計通じないんじゃないか。そうですね、発展発展、うん、入院継続ってわら、読んだね、はい、あと5回、疑惑。あれはまだなんでしたっけ、オリンピックのチケットは。あでももうすぐらしいですよ。あれな普通に買えるんですか。もう抽選じゃないんですか。抽選多分、分かんないですけど、ちょっと調べとかないとね。あそうですね、でもほらオリンピックやってる時に自分が何やってるか分かんないじゃないですか。まあそうですね、なんか有給取れる仕事だったらいいですけどね。そうですね、まあ、なんとかでもそこは取って休むしかないですよね。ゴズガラって学園じゃなくなったんだ。昔って普通のゴズガラ学園でしたっけ。もう通常だったような気がするな。あ嬉しいやら悲しいやら特格レンちゃん、蒲田店の隣工場中、工事中かな、ですけど何ができるんですか。あれ何なんですかね、うん、ちょっと分かんないですね、昔で言うエヴァの暴走単発みたいな感じする。うんうんうん、あ入院中なのにコンビニに買い物行ったのかな、でまた事故っちゃったのかなってことねついてないな、そう、事故連続、体が持たんよ、うん、この店にみなし店長がいるはずなんだけど出してもらえますって言えば会えますねそうですね、60申し込んで30まで当たるんじゃなかったかな、オリンピックのチケット。どういう意味ですかそれ、60申し込んで最大60種目、そんなに申し込めるってことかな。四つ柄が熱いんだっけ。そうなの、オリンピックのチケットは専用サイトに登録してからチケットを取るんだよ。あそうなんだね、ちょっとやりたいな。でも何十万とかのやつもあるんだよね、決勝とかそういう。もう申し込める段階ですか。でもだからその席がもう何十万みたいなのもあるんだよね、確か。高すぎないですかそれ、うん、だから種目とかそのによって違うと思いますね。なんかそれであれですね、なんか国のやつなのになんか平等性に欠けません、なんかちょっと、まあ、お金ある人とか見れるみたいな ね、 なんかね、そう転売とかでプレミアムついてだったら分かるけど、まあ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 、まあ、最初の値段でそれって結構すごいですね、なんかもう金ある人だけがもう、まあ、いやでもほらオリンピックやるのにお金相当かけてますから ね、 ねその分稼がなきゃいけないんですかね。そうそうそう、圧力の気候な御殿はいつ頃建設予定ですか。コーナー5点は立てないな多分そんな感じ。今来ました、何回当たりましたか。5回ですね。めっちゃ金かかるよ、開会式と閉会式が高いんじゃなかったかな。あーそうなんだ、でもやっぱ最初と最後は見たいもんね。そうですね、あ転売禁止にしてるけどどこまで厳しくできるやら。うん、4図柄は4様の4で当たれば確変。なるほど、そういうことなんですね。オリンピックは真っ当なこと言ってるけど結局銭ですよ。銭なんですね、経済効果はすごいからね、やっぱりね、オリンピック。
でもやっぱり東京だからね、本当に蒲田のあるね、もう東京ですから、そうですね、本当に人がやっぱりオリンピックの期間とかはね溢れるんじゃないですか。まあホテルとかもねやっぱり、うん、うん、すごい埋まるだろうし、ヨシキが転売で怒ってたね。あー、 X のね、その自分のコンサートのチケットのやつね、はいはいはい、競技と優勝戦とかによっては13ユキチかかるのもある。そんな高いんだ。蒲田店で彼女と同棲している店長を呼んでくださいと言えば出てきてくれますか。いや、伝わんないと思う。ややこしくなります。そうですね、ヨシキはどれだけ涙を流したんだろうか。どれだけね。まあまあ、でもほら今もう何でもそうじゃないですか。変な話、ほらパチンコ屋さんもね、グランドオープンするよとかのほら、そうです、そうみたいですね。そういう件もね、転売とか される時代にね、なってるっていうのがなんかすごい時代になったなと思いますよ。そうですね、そもそも夏にやるものをメインスポンサーのアメリカのテレビ局の意向らしい。カイジがオリンピック出るとしたら競技は何ですか。私はあれですね、鉄砲撃つやつですね。クレーン射撃みたいなやつ。ああ、似合いそう。あれですよ、普通に。その時期はオリンピックっぽい台を揃えよう。スキージャンプ。なるほど。スキージャンプぐらいしか分かんない。なんか一般の人が、例えば私が今から始めて、はい、狙える競技ってあるんですかね。オリンピック競技、次のオリンピック、あれは登ってくやつ、えクライムするやつ、なかったっけ。あれでもそれはだって筋肉が絡んでるからちょっときつくないですか。まあまあそうか、筋肉が絡んでないやつでってことじゃ、筋肉が絡んでないやつだ。アーチェリーとかですかね。ああ、アーチェリー、まあこんなこと言ったらその人たちなめんなって言われたし、ね、そうだね。アーチェリーもでも筋肉とか使うんじゃないですか、あれすごい引っ張る。だからトレーニングして間に合うレベルじゃないですか。今からだって 100m は無理じゃないですか、どうやっても。 100m 走は無理ですね。そういうのはね、スケボーとかならできるんじゃない。スケボーかー、なるほどね。死ぬ気でやればいけるかもしれない、ね、アメリカの時間に合わせて決勝の時間とか決めるんでしょう。へえ、オリンピック期間中ってホールとか自粛等するんでしょうか。あ、どうなんですかね、まだ何もそういうのないですね。海老名店の入場抽選参加券がメルカリにありましたよ。メルカリ、ね、だそういう時代なんですよ、本当にね。出るだけなら馬が一番競争率低い。ああ、馬ね。なお、お金、点々点。あ、馬は金かかるだろうね。e スポーツしかないな。ゲームか。e スポーツね。射撃とか、馬術。ああ、やっぱその辺になるんだろうな。さあ発展、なんだかんだで続いてますね、当たってからね。そうですね。カーリングは、カーリング、いやでも結構皆さん筋トレしてますよ、カーリング選手。僕ほらなんだっけ、北見 LS 北見のほら、はいはいはい、カーリングね見てましたけど、やっぱみんな結構筋肉すごいと思いますよ。カイちゃん運動神経いいの。私いいんですよ、こう見えて。いいんですか、実は。はい、当たりました。これで6連目ですね。はい、オリンピック期間中が稼ぎ時じゃないかな、パチンコ屋さんは。いやー、みんなオリンピック見に行っちゃうからね。でうまくこうなんか宣伝すれば外国の方が、いや分かんなくない、外国の方、まあ、だから喋れるスタッフがいないと厳しいですよ ね、やっぱり複数名。そうですね。はい、ということで単発です。カーリングは冬季オリンピックだね。そうだね、東京でやるのは夏だもんね。筋肉なしでオリンピック出れると思う時点で間違ってるよ、カイジ。いや、筋肉ってもこのなんとか頑張ればいける筋肉ですね。頑張れば 4年でいける筋肉、結局技術と集中力がいるから無理じゃないか。あ、厚力さんカーリングの投げられるやつでオリンピック出てましたよね。いやいや、だいぶ滑るよ俺。シューオリンピック委員会にお願いして大食いの
新種目作ってもらう俺たちに出場できるのはもうそれしかない。チャンスありですか、うん、カーリング体重を20キロにすると、みんな行かないぞ、スポーツ見ない人だっているんだから。いや言うてもだって僕だってねあんま普段見ないですけど。そうですよね、気になりますよね。そう見たいですよね、せっかく自分が生きてるうちにね日本でやるんだったら。そうですね、ちょっと一回は見ておきたいなっていうのはありますよね。 NG コメントです。お店にテレビを置いてくれればパチェに行くよ。あーなるほどね、そっかそっか。明日は 何の大会がありましてね、教えてくれるからね。あ、時間チェックしといてね、パチンコ屋行ってその時間になったらテレビの前で見るとかね。うん、オリンピック観光客にトイレを貸す名目はあるから自粛せんでええやろ。うん、ああ、そっか、トイレはね、困っちゃうもんね。ホールのスタッフは、対応ダッシュ能力が早いから、短距離系は強いかもね。短距離か。あ、これで保留変化かな。しない。いじれん。実際全然盛り上がってないよね、オリンピック。どうなんでしょうかね。盛り上がってなくはないんじゃないかな。やっぱもうちょっとギリギリになってからですかね。そうですね。でもギリギリって言ってももうあと1年。うん、そうですね。2020年ですもんね。それでも視聴率 40% くらいだと思うよ、大したことないさ。 40% あったらすごいよ。うん、関東なら外人観光客多いと思うけどホールに入店してくることないんですか。あると思いますよ。うん、そうですよね。オリンピックは今の大河ドラマで出足失敗だよ。野球って復活したんでしたっけ、オリンピック競技。野球今回だけある。あ、うん、野球あるんだったら日本ね優勝狙えるんじゃないですか。あ、そうですね。うん、やっぱり柔道とかねそういうのが、あ、柔道ね、あ、やっぱ金メダルいっぱいね取るんじゃない。レスリング、そうレスリングとか、うん、うん、発展せず、うん、トイレ貸す名目、伊勢神宮のある三重県の大晦日オールナイトみたいな。まあまあでもその辺もね多分組合なのかあの協会なのかが決めると思いますからね。うん、なるほどね。それに従うしかないですからね、オールさんはね。はい、うん、野球プロ入れてから金メダル取れてないんだよ。あ、そうなの。正直オリンピックとか甲子園とか年取ったら全然見なくなったな。あ、逆に私はちょっと気になりますよね。高校野球、高校野球とか結構面白いですよね。あ、高校野球は僕も見ちゃ う、高校野球って木製バットじゃなくて金属バットじゃないですか。はいはい、で打った時のカキーンって音がね、あ、すごいいいんですよ ね、高校野球ね。視聴率 50% でも一応半分しか見てないんだよ。いや半分見てたらすごくないですか。すごいですね。ラグビーのワールドカップも忘れないであげて。これ大阪だっけ、うん、確かね、ラグビーは。あー、そうかもしれないですね。うん、オリンピッククラスだとやっぱネットでの生放送は半券料高くて放送ないのかな。相当高いと思いますよ、多分。まあ、ないこともないとは思いますけど、まあほぼないんじゃないかな。まあじゃあ時短抜けぐらいで終わりにしましょうか。もうそんな時間。いやもう56分ですよ。早いですよ。東京にいる人と地方の人では温度差があるだろうな、オリンピックの。あ、それはあると思う。でもなんかこの機会にかあのオリンピックと観光みたいな人はいいんじゃないですか。あ、一緒にね合わせてくるっていうのね、はい、1回ぐらいは行ってみようみたいな。そう、あとはほら自分が昔やってたスポーツとかね、あ、そう、それのほらオリンピック見たいとかあるじゃないですか、やっぱりね、はいはいはい、うん、時間帯によるけど野球サッカーくらいは見たい。うん、キコちゃんの視聴率はどれくらいですか。いや全然ですよ。もっと皆さんでキコナチャンネルが流行るように盛り上げてくださいよ。なんで人任せなのなんで人任せなの。いやいや、やっぱりほら最近はさ、はいはい、あのほらSNS とかでたくさんですか、バズったみたいになるからね。たくさん希望ですか。そう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 、なんて読むんだろう、
なんていうのとか、読めないな。これあれはやったことあるんですか、その視聴者アンケートというか、はい、何歳の方が多いとか。あ、それは過去何回かやってますけど。どうなんですか実際。でも 3,40 代が多い。あ、多いんですか。イメージかな。地味な競技好きだったんだけど、あんまり放送されなくて見えられないからオリンピックに興味がなく。あ、投擲ね、投擲。あ、投擲ね。でも、東京に住んでてオリンピック行かなかったら後々バカにされそうだ、うん、いやでもそんなこともないんじゃない、うん、だからマラソンとかだったらほら見れんじゃない。あ、多分道路行けば、地方民はテレ東でやる競技は見れないとかあるのが格差を感じる、うん、あーなるほどね、うん、あっちゃんが炎上芸すれば視聴率上がる。炎上芸設定したか全然なかったけど、これってまさか1なんですか。でも短時間じゃなかなか出ないよ。そうですね、今は令和に変わる時で、少ししたらオリンピックに変わるんじゃないかな、うん、今はだってほら平成最後のみたいなのね、なんだっけ、うん、スーパーフライデーみたいな、ね、はいはいはい、感じでしょ。そうですね、来年になれば盛り上がってくるさ。カイジ君、私と一緒にダンスで競技に出ましょうよ、もみじより。ダンスとかあんの。あるんですかね、ダンス、ね、だからその SNS をあっちゃんが率先してやるんだよ。あ、僕がね、その通りですよ、ね、率先してやってくださいよ。でもほら、俺が炎上したらほら、なんか配信店舗にも迷惑がかかると思うとね。確かになかなか難しいよね。いくら個人のですとか言ったところでさ、はいはいはい、ねえっていうところだよね。そうですね、東京住んでるのに、え、行かなかったのって絶対言われるよ。あ、まあね、マラソン朝の6時から開始の予定だよな。朝早いんだよね。あつこさん、体調こう崩さないでくださいねということ。いや体調ね、本当になんか1年に1回ぐらい足痛くなるんですよね。はい、ということでじゃあエンディングいきましょうか。はい、はい、まあちょうど時間もね、そうですね、ぴったり。ちょっと待ってください。はい、ということでお疲れ様でした。今日は冬のそなたのアマデジ打ってきましたけれども、はい、まあ、そこそこ当たりましたね。そうですね、まあ、6回ぐらいは、はい、特格入れてね、当たりましたんでね、はい、まあ、アマデジでまったり遊びたい方にはぜひ打っていただきたい一台かなと僕は思いますけれども。そうですね、はい、ということで、もうすぐねゴールデンウィークに入りますけれどもね、はい、ゴールデンウィーク中というか明けたら、ゴールデンウィーク明けたらまた蒲田さんの新装開店、そうですね、新大会がございますので、じゃあこちら行きますね。はい、次は5月7日火曜日ですね、はい、パチンココーナーにおきましては CR キャッツアイ、P ゾンビリーバボー、はい、CR ドラッキュア、はい、CR ガンツですね、はい、ティッチエンパチンコに CR AKB、はい、買ってます、はい、スロットは最新台が、ボンバーパワフル3、ジャングルバスターコングダムと、はい、2機種ですね、はい、入ります。はい、ということでキャッツアイがちょっと楽しみなところはありますね、個人的には、ね、打ってみたいなっていう。私はボンバーパワフルがちょっと好きだった、ね、あ、ボンバーパワフルね、久しぶりにやりたいですね、はい、スロットね、はい、ということで5月7日新装開店となっておりますんで、はい、ぜひね遊び来ていただければと思います、はい、そしてねゴールデンウィーク中も、ね、休まず、はい、営業してますのでね、はい、お休みの方、東京に来られる予定がある方、はい、ぜひね気候な小畑で遊びに来てもらえれば、ぜひ来たら呼んでください、私のこと、はい、ね、店長いますか、はい、せっかくなんで、ね、はい、ニコ生見てるんですけどって言っていただければね、はい、そうですね、はい、はい、でね、最後にちょっとねコメント溜まってるんで一気に読んできます、はい、あっちゃんが安倍総理をディスればダメだよ、結局メダル取った種目だけ騒がれるでしょう。まあね、2020年は猛暑じゃないと思う。そうなんだ、気候割り昼放送で厚くさんボロ負けしたら視聴率が上がる。そうかな、今日なぜか寒いか、今日めっちゃ寒いですね。そうですね、なんで急にこんなになっちゃうんだっていう ね、うん、おっとおっと、カイジ今体重何キロ。68ぐらいいってますね、現地なのに朝6時から見るとか悲しくなるのは、この1時間でまた太ったか、ね、あ、やっぱりカイジ店長のお腹良くなってきてるね。太ってきてるってことかな。カイ店長もしかして顔が少しふっくらしましたか。そうなんですよ、カイ店長65キロでしょ。やばいです、もう68です、NG コメントです、CR レンチャンを止めるのはいつ出ますか。それあのカメラを止めるな、ね、はい、キャッツアイってあの太った3人組の太ってないよ。太ってないです、はい、はい、といったところで、本日の放送は、この辺でお別れしたいと思います、はい、次回の放送また2週間後になりますのでね、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします、といったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。